産業観光ということについてやはりいろいろ考えていくうちにですね、観光がマンネリになっていることが分かってきたんです。日本の観光全体がもう当時ね、日本の観光客はほとんど伸びなくなってました。で、今はもう変わりましたけれども、まあ円高相場の関係で外国人も来ないと、まあほとんど数十万ぐらいのオーダーからちょっと抜け出たっていうぐらいの体域でしたね。したがってそういうことで外国人が日本に観光に来てくれないと、それから日本人が日本の国内に観光に行かないというのは何かと考えれば、日本の観光に面白みがないからだということになってきたんですね。外国人が来ないのはもちろんその為替相場の関係があったことと、なんて言っても遠い国だという意識がありますから、それはまあ別の理由もあるんでしょうけど、日本人が日本の観光地に行かなくなって、みんな外国に行き出したわけですね。日本の海水浴場に行く人がね、ハワイに行ったりするような時期になってきた。要するに競争力がないんですよ、観光について。それが日本の観光が伸びない理由だということが分かりましたんですがね。そうかといって、それじゃあそれを元に戻さないかんと。元に戻すにはどうしたらいいかというと、観光資源を増やすのが一番いい方法ですよね。観光資源って増えないんですよ、そんなこと言ったって。急に温泉が湧くわけでもないしね、有名なお寺が急にできるわけじゃないですからね。したがってどうしたらいいだろうかということをみんなで議論している中から考えられたのは、観光資源はもうそんなに増えないと。それはもちろん増やさなきゃいけないけど、そんなに増えない。で、今ある観光資源の見方を変えていけば、同じものが違う角度から見えてくるから、新しい魅力がそこにできるんじゃないかと。だから観光資源の見方を変えるっていうことを提案をしてですね、そのようなことで観光地に行っていただければ、同じものが違って見えますよということになれば、違っていくんじゃないだろうかということになりましてね、そこでテーマ別観光ということをやろうということに、まあ、なったんですね。で、たまたま産業観光をやろうとしてましたから、これだということになりましてね、結果的にあれはものづくりっていうものをテーマにして、いろんなものをものづくりっていう角度から見直していくと。それから次に街道観光といったのは、道っていうものが日本の人の生活に一番密着したものですからね。道っていうものはみんな道歩いてる、道がなければ街ないわけですから、そこを歩いてるという目線に立って、道という角度から景色なり道端になるものを見直したらどうなるだろうかということですね。もう一つは、そういうふうな人間の暮らしの場は都会ですから、都会という全体を、都市の何々じゃなしに、都会、都市そのもの全体をですね、何か一つの観光的なものとして見立ててですね、町全体を見るような観光にすれば、同じ個々の町の中にある、例えば名古屋城とか熱田神宮とかって言ってただけではなしに、一つまた違った魅力がね、相乗効果で出るんじゃないかと。その3つをね、テーマ別の観光にして、まあ、見方を変えていただきましょうということで、産業観光から始まって街道観光になり、都市観光になって、まあ、テーマ別の産観光っていうのを、まあ、揃えていったわけです。だけど、まあ、なかなかこれはね、そう簡単には普及しません、はっきり申し上げて。それと、まあ、名古屋の場合、これだけものづくりでね、地域が繁栄しですね、まあ、皆さんがものづくりに打ち込んでおられるという方々にとってみるとね、観光ってのは遊びに過ぎないんですね、彼らから見れば。ものづくりってのはその生産的なものだと。で、観光ってのはその対極にあるものだと。まあ、よく学ぶ、よく遊ぶの方が、その遊ぶ方の要素に過ぎないんだと。ちゃんと我々はですね、一生懸命ものづくりやってますと、観光なんかやってる暇ありませんとかね、それからもう我々はものづくりやればそれで十分なんで、そんな観光なんか選んでもこの地域は十分それでですね、発展できるんだから、何もそんなこと選んでいいじゃないですかというようなこととかですね、観光っていうものはただの遊びに過ぎないと、悪く言えば道楽ですね。したがってなかなかね、観光をやろうとかね、観光に協力してやろうというお気持ちを持っていただくのに時間がかかりましたね。今でもね、まだ若干そういうとこありますよ。全国的にもそうです。だから観光の私は市民権が非常に少ないというんですかね、まあ、ようやく市民権が得られるかなという状態になったのは、国が観光立国って言い出してからなんですね。それまではね、観光遊びに過ぎないんだと、暇な人がゆっくりやればいいんだとかね、何もないところで観光しかないというところがやるものだとか、まあ、何もないから観光でもやろうかという、デモしか観光ですね。そういうふうなところを除いてね、観光という言葉をね、まともなね、日常の活動と思ってないということも分かったんですよ。はっきり申し上げると、私は観光は文化事業だといつも言ってるんですがね、人と人との交流を盛んにすると、人との触れ合いができる、人との触れ合いができるっていうことが、はっきり申し上げると文化を作るんですね。したんで観光っていうのはそういう文化的な事業だと。よそのものを見たいという人間に本能がありますから、人間の本能に基づく文化的な行動が観光だと。もう一つは、観光によって、まあ、お金が落ちますよね、これは大量に、まあ、それは地域の経済を活性化させる、経済行動だと。文化活動であり経済行動なんだと、一つ観光という方に理解を深めていただければ、まあ、観光というものが皆さんに必要なものだということの認識がいただけるだろうと、
まあ、はっきり言うと市民権が得られるだろうと、まあ、そういうふうなことをその後やらなきゃいけないということに気がつきました。まあ、少しずつ減ってきたなっていうのは、まあ、国が観光立国と言い出したおかげですね。まあ、でも観光立国と言い出したのは聞いてみるとね、日本の外貨収支が大赤字だということですよね。特に観光に関わるその国際収支が当時2兆円かな、なんか赤字になっているということを聞いて、当時の総理大臣がびっくりしたっていうんですね。観光は儲かってると思ってたからね、大赤字だ、そんなバカなことはないと、こんなに立派なものがあるのにね、もっともっと観光で国際的な観光をやって外貨を稼いだらどうか、そのためには日本の国っていうものはやっぱりこれだけのものを生かして一つの観光国にしていったらどうかって言い出したのが始まりなんですね。あれも国政収支が黒字になってたらね、ああいうところ行かなかったかもしれないです。まあ、それぐらいやはり観光っていうものに対する意識が低かったですね。低かったというのはなかったでしょうね、はっきり言うと。